はい、レオンチャンネルです。今撮影しているのが2020年1月10日なんですけれども、この日といえば2016年の1月10日、ちょうど4年前にメディコムトイから発売したジェネシスシリーズの仮面ライダードライブタイプスピードを開封した日、開封レビューを出した日なんですよね。それから4年経って本レビューが上がらないままだったんだけれども、あの日以来の RAH。 大切に保管されておりましたのでこちら今回開けてというかちゃんと本レビューしましょう外箱はこうでドライブのね赤色にラインが入っててそのままタイプスピードのような化粧箱になってますよね定価は3万円ででこれ なんで本レビューしなかったかっていうと、あんまり僕の好みのフィギュアじゃなかったんですよね。やっぱりアーツぐらいのこの15センチサイズでプラスチックっぽさがあって、自由にガシガシ動かせるっていうのが楽しかったんだけど、これは割と気を使って動かす感じだったのと、人間の本来の可動域を表現してるものなので、アーツ慣れしてると若干動かしにくさがあったんですよね。そして、内箱のサンプル画像のかっこよさよ。要はこれが入ってるんですよ、中に。 はい、開けると、こんな感じで。あれ手首が1個ないぞ。どっか紛れてるはい、ドライブタイプスピードと、手首パーツが4つ。じゃあ、これを出しましょう。でね、見た目以上にすごい軽いんですよ。で、アンダースーツとかはこうやって関節のね、割れ目がなくって、布地の下に関節がありますから、本編っぽさすごい出てるんですよね。あ、でもなんか、やっぱ久々に触ると、 これはこれでありだなアーチに比べるとちょっとアーマーのテカリとかが抑えられてるんだよなあ手首あったあった全部ありますねでこのウレタンの下にタイヤ交換のパーツと台座とシフトカー小さいのが入ってると はい、これがメディコムトイのジェネシスシリーズの仮面ライダードライブタイプスピードですね。ずっとしまったものだったので、僕も久々に触ったんだけど、やっぱ4年経ってるから自分の感性も変わったな。多分4年前は、ボーイズトイが僕大好きで、で、その延長線上でアーツいろいろガシガシ動かせて、アーツもだんだん堅牢さが増してて、かなりぐいぐい触ってもパーツの破損とか一切ありませんでしたから、そういう遊びやすさが良かったんだけど、4年経って僕も大人になったせいか、 こういうちょっとドンとね、存在感のある、見て楽しむフィギュアみたいな、そういうのの良さが、やっと分かってきた気がする。で、全高が32センチってことで、アーツで大きさ比較すると、全高15センチのアーツに比べて、ちょうど倍ぐらいの高さがありますから、めちゃくちゃ大きいことが、この対比で分かりますよね。この全高だと、騎士竜王を置いても、あ、そうだ、やっぱ騎士竜王より、 ドライブの方がさらに大きい感じ色似てるね。あと開き手も色々ついてて、ここはね、このように角度調整できて、握り拳とか、内部パーツすごいなこういうのがついてますので、様々なポージングに対応してます。脱着はむしろアーツよりお手軽ですね、ジョイントが長いから。 で、細かく見ていくと、アーツはなんだかんだでかっこよさ重視のプロポーション。まあ、真骨頂とかはよりスーツに近いんだけど、厳密に言うと本編スーツのプロポーションとは若干違うんですが、こっちのジェネシス版は完全に本編のスーツそのまんま、高岩さんの頃の1号ライダーの見た目だこれって感じ。あ、いいなこのシリーズ。 やっぱ感性って変わってくるんだなぁ。すごい精密造形。こういうところ、マフラーブーム、メッキが使われてたりとか、バーナーで焼きが入ったような色とかも表現されておりますし、ヘッドライトのモチーフ造形の複眼なんかも完璧。あ、そうだ、これさここをね、ぐっと上に、はい、引くと、このように電池ボックスと LED の発光箇所があって、 曲眼発光のヘッドライト点灯ギミックができるんだけど、これ電池変えたんだけど光らなかった。配線がどっか悪いのかなだかこれね、あとマグネットになってて、近づけるとカパッとね、はまる感じ。すごい気持ちいい。多分発光は開封時にやってると思いますから、そちらの動画をご覧ください。で、ウインカー部分がちゃんとクリアパーツですね。で、タイヤはちょっとゴムっぽい見た目になってて、タイプスピード、タイヤ交換もできますね。 で、特徴的な車の下部のような機械的な背面造形もしっかりこのサイズで表現されてて、メタリック粒子が入ったアンダースーツがすごく本編っぽいな。あすごいな。なんでこれが4年前は、んあれって感じでハマらなかったんだろう。へえ。で、ベルト周りですね。さすが。 このサイズだとこういうプレスみたいなところまで全部文字入ってる。ここもシートベルトになってるんですよね。面白い。こういうとことか逆にアーツだと、あーモールド表現されてないな。こういう配線っぽいところが本編スーツであったんだな。で、ここのね、後ろのアーマー部分とかもしっかりとメタリック入ってますね。えー、すごいさすが3万円。 アーツの4、5倍もっとか、しますからね。で、腰回りの前側と、はい、膝下のアーマーですね。で、可動あ、あとシフトブレスだ。ちょっとここね、もともと緩いんだよね。で、シフトブレスには、シフトカーも入ってて、これは、フレアと交換することもできます。 で、可動に関してはかなりこれ丁寧に動かす感じで、人間の可動域を表現してるそうなので、腕はここまで、まあ、アーマーがなければもっとわかるんだけど、で、中に関節があるから、この向きをちょっと考えながら動かす感じか。肘胸周りを、お本当に、 スーツ、小さいスーツ動かしてる感じだ。スーツじゃん <laughs> これこそスーツじゃん言うの忘れてたこれこそスーツじゃんやばいすごいあの、可動ガンガンみたいな感じじゃないから多分当時の僕にはハマんなかったんだろうな。今ならこういうちょっと優しく触って動かすの全然ありだな。で、腰はここ曲がるし、で、下半身、あ、タイヤがちょっと外れちゃう。てかこれ外すとどうなる 中は、ああ、こういう風になってるわけね。普通に塗装の色のままだ。請求色かいや、塗装だ。塗装だよね。で、下半身が水平もここぐらいまで。で、前が、あでもそんなに上がんない。人間の可動っていうほど曲がらないのかな。うん。後ろもね、行かないね。なので、 ドライブ的なダッシュポーズもちょっとこう、丁寧に丁寧に一箇所ずつ可動を動かす感じで、あ、いけるいける、こういうようなダッシュポーズ取れますね。迫力すごいね。やっぱ30センチ超えだと。へえー。で、足首はボールジョイントだ。つま先可動はないですね。うーわ R マークやばなので、しんのすけの仮面ライダードライブグッパーのこういうポーズも丁寧に動かして、をあげることで、はい、問題なく撮らせられますし、わすげえ。あとは、えっ、ー、と、こうしてシフトブレスに、 シフトブレスにあるシフトカーを触るようなアクションも問題なく撮らせられますね。やっぱダイナミックってわけじゃないけど、アクションポーズが。それでも丁寧に一個一個可動箇所を動かすことで割といけるな。あとはもっとこう、全身の可動を使っての、 こういうような足広げ状態のポージングだったり、キックポーズとかは、あ、でも、これもなんとか動かせば、あ、いけるのか。タッチキックポーズ。意外といける。はい、タッチキックポーズ。こういうのとか、スピードロップもじゃあ、 いけるわけね。うわ、スピードロップ的なライダーキックポーズね。もう問題なく。これに合わせたトライドロンとてなると相当大きくなりますが、いけるね。もうちょっと首が下がればいいんだけど。はい、このようなライダーキックポーズも問題なくいけます。あとはこういうね、ライダーキック前とした こういうようなポージングもいけるんだ。おお、すげえ。いい。そして、あれか、ここのエンジンをひねるようなポーズもいけるし、とまりしんのすけ感やばい。あとは、腰にこう手を当ててのすだちポーズみたいなのも サンプル画像にありましたね。タイヤのともちょっと保持力が甘いな、ここが。タイヤ交換できる分、ゆるーくね、取れちゃうんですよ、簡単に。ガチッと、はまってない感じ。じゃあもうこのまま、タイヤ交換しちゃうか。タイヤが別であるのと、この辺はいつもの共通台座ですよね。まあタイプスピードって書いてありますが、ジェネシスシリーズでよくある、ここがシームレスに動く、 腰周りのロックパーツが付いてるやつで、ベルトさんの顔交換パーツとフレアのシフトカー。これがあれか、腰にベルトのホルダーにはめ、あ、違う。普通に単体ではジョイントないね。なので、このまま、マックスフレアの交換パーツね。タイヤ交換を、 するような形で、ここパーツの収納とかはありませんね。もう展開状態がデフォルトになってますから。で、シフトカーも変えたいんだけど、僕、ここの接着面がさ、すごい弱くて、これ外れやすいから、シフトカーもね、本当は引っ張って、マックスフレアのものに変えることができます。あとはベルト部分もここね、磁石に確か、あ、そうそうそう、磁石になってるから、 ここ外したら押してあげることでこの後ろからねここのメッキも綺麗だなこのように取れますので今 S になってましたけど普通の R とかフレア用のやつもついてますからちょっともうその辺省略しますけどやっぱこれね説明しながら難しいわこのシリーズ元々のデフォも合わせると5パターンかなもののものに変えることができますねはいこれでマークスフレアに タイヤ交換完了。てか久々にサウンドも鳴らしてみましょうか。エンジンオン。で、シフトカーを変形させてブレスにセット。おや。この無線すごいっすね。 いいマックスフレアあとは必殺とかもできますねボタンを押して大気音からの ドライブドライバーの楽しいこと。このフォームチェンジ音が鳴ってタイヤ交換が完了しますので、タイヤ交換のドライブですね。はい、このように。ま、ほんにタイヤが交換されただけで、他の部分はね、まあ、あと文字が変わったりとかっていうのはありますけど、まあ、シフトブレスもね、本来だったら変わるんだけど、これがね、アーツ版でもちゃんと表現できておりましたが、いろんなタイヤ発売しましたよね。 ちゃんとジェネシス版でも問題なくできますと。でこの状態でも全く可動に干渉はありませんからガシガシこれまで通り動かすことができますね。マックスフレアのメタリックのこのパーツなんかも超完璧。で、ドンと置いて自立はするんだけど、ゴトンとね、倒れちゃったりしますから、このようにネジ止めしてあげて、 でこのアーム部分がね、すごいフレキシブルにかなりミシミシって言いながら硬く動きますので、この先端に挟むパーツを接続してあげて、で、これで曲げると。こういうようにね。もうこれ肩とかでね、挟み込んじゃってもいいんですよ。腰じゃなくても。 自分の思い通りのところで挟み込んであげれば、はい、しっかりとディスプレイ固定ができますので、全然クリアパーツだから目立ちませんよね。今、肩にね、アームがはまってますね。これだと、すごく安定してディスプレイすることができますね。地震とかあっても、あと何かの標識にドどンん,どん触っちゃっても、倒れることがまずないと思います。それくらいかなり堅牢なディスプレイで、これはジェネシス系大体いいついてるんですよね。まあ、僕も全然持ってないんだけど、あとガイムぐらいか。 で、ディスプレイのこの幅もね、まあ、そこそこあるんだけど、もともとこれ自体が大きいので、そんなに大股広げた状態だと、この上に立ちませんから、これくらいの巣立ちに近い状態じゃないと、このディスプレイデーザーを使うことはちょっと厳しめですね。あ、でもやっぱこれを使った方が、このシリーズはしっくりくるな。で、近づいてみると、アームのクリアパーツがやっとわかるぐらいです。だからこの距離感でも、やっぱスーツですよね。 タイプスピードの変身音も鳴らしましょう変身 ということで開封からちょうど4年の時を経て本レビューを終えることができましたその間に僕の感性も変わって いまいちこのサイズのフィギュア、カードフィギュアってハマんなかったんだけど、久々にね、触ったらすっごい良かったので、やっぱこれ、ジオウとか、まぁ、ゼロワンも出ると思いますけど、ジオいいなと思ってたから、ジオウは買おうかな。とりあえず今のタイミングで買おうかな、どうかなと迷ってる人なかなかいないと思いますけど、かなりおすすめできますね。部屋に置いてて存在感もあるし、これは複数体あった方がいいかな。なので、アマゾンアルファとか、アマゾンオメガとか、 そういうセット的なライダーとかだとより映えるかも。並び立ったらやばいっすよね。これ、マッハないのかなそういえば僕の好きな。ちょっとその辺も調べてみたいと思います。以上、メディコムとリアルアクションヒーローズジェネシス仮面ライダードライブタイプスピードの紹介でした。